いや、僕ね、毒親なんですよ。僕の親。平気な顔して、息子にね、1200万円以上の借金背負わせたりとか、勝手に僕の名前をサイン書いて、人からお金借りてね、僕に対して、その借金背負わせようとして、で、プラス、僕の名前でお店やったりとか、で、僕の名前でマンション買ったりとか、とんでもないやつなんですよ。で、これは、マンションとか、そのサインとかって、他人が書いて、買えるものかって言ったら、それはまた別で、僕が書いたものなんですよ。でも、僕が書いたサインっていうのは、ちゃんと、今まで親にね、いろいろ育てられてきて、感謝のつもりで、親が、なんかこういうことやりたいって言うから、じゃあ分かったよって言って、俺サイン書いて、もうハンコ押したんですよ。で、それが、まさかね、お店のやつだと思わなかったし、マンションのやつ、確認してなかった俺も悪かったんだけど、それでなったと。で、皆さん税金って国の納めるお金がありますよね。あなたは日本でここまでお金を稼ぎました。ここまでお金を稼いだんで、ここからここまで稼いだ分のお金を国に払ってくださいねっていうのが税金なんですよ。で、僕はその税金を、お店の利益を一銭ももらってない状況で、国からお金だけを搾取されてるんです。名前が僕だから。簡単に言うと、お母さんが焼肉屋をやってたんだけど、その焼肉屋で稼いだ利益は僕に一銭も入ってきません。全部親のお金に入るんですけど、親のお店がやってる代表者の名前が僕なわけだから、僕が税金払うことになってて、僕は利益を得てないのに無駄に税金を払うみたいな。で、お店を経営してるっていう代表者って名前なだけで、固定資産税だったりとか、で、もろもろ税金がかかってくるんです。で、僕はそれを、全部払ってきてた。ね、最終的にお店とか全部僕の名前を変えて、よし、終わりだってなった瞬間に、おい、よくわかんねえ、韓国人のおばさんからね、うちの親が、そのおばさんから借金してると。ね、借金してるいくらなんだって聞いたら、もう親ね、3000万以上の借金してたんですよ。いろんな人から金借りて。そのうちの1200万ぐらい貸してる人がいたんだけど、この人が何を言ったかというと、マンション僕が保有してる状態だったんですよ。親の名前で買えないから俺の名前でしか買えないみたいな感じになってて、で、僕の名前でマンションを買って、僕が保有してる状態と。で、僕がローンを払う状態みたいな。でもローンとかも親が払ってたん、ちゃんと払ってたんだけども、土地は払えなくなったところとか俺が払ってたんだけどね。このマンションを僕は手放したいんですよ。なんで手放したいかというと、僕持ってて損しかないから。そしたら、その件についてお話ししたいと言われたから、なんなんやろなっつって話来たら、今あなたの親が私に1000万以上の借金をしてると。で、この1000万以上の借金を返してほしい、すぐにと。え、どういうことですかみたいな。絶対話してたら、なんと借用書ってのがあるんですよ。お金を借りる際の借用書。そこに僕一切記憶もない清水海って名前が書かれてたの。え？みたいな。しかもハンコも押されてたの。もう無事切れだよね。え、これどういうこと？で、借用書見たら、マンション売った際、マンションの売ったお金と、そのうちの借金を私に返してくださいと。プラス追加でお金払う際の名義人として俺の名前が書かれてた。これ何が怖いって、お金を貸す人が、親と直接話して、親が言ったんだって。息子がサイン書いてきてくれましたって。やばくない？でもさすがに息子さんが同伴してないと。一緒に息子さんがいないから、お金貸す人が怪しいなと思って、直接息子と話させてくれって言って、俺呼んで話したら、そのことが発覚したの。その借用書通ってたら、俺1200万以上の借金してた可能性があったんですよ。で、俺もそこね、もう親と縁切ろうと思った。なんで縁切ろうって言ったかというと、親が散々俺を育てる時に言ってた言葉が、海は、僕、清水海って言うんですけど、海は、絶対借金しないでね。絶対私みたいになっちゃダメだよって言ってた。お前が俺に借金背負わせようとしてたのかみたいな。なんか俺もずっといらない。もう情があったの。育ててくれたから、どんだけ理不尽なことされても、どんだけお金稼いで取られても、もう親だから、親だから、親だから、ね。怖い人から逃げてきた時もあったし、その時いつでも守ってくれたのが親だったから、親のためになんかこうしてあげないといけないなとか、考えてた。考えてたのにそれやられた。で、僕最終的にどうしたかというと、マンション売っ払って、マンション売っ払った金全部親にあげて、もうこれで僕とかからないでください。で、もともとお店で払わないといけない税金の名義どころ全部親に変えて、俺が余分に払った税金は税理士さんに協力してもらったお金を返してもらって、で、終わったんですよ。で、終わりましたね。で、終わった後に今日2024年の、ね、2月8日の朝10時ですよ。電話来て、すみませんっつって、クレジットカードね、使ってるお金がまだ未払いなんで払ってくださいと。え？どういうことですか？代表者さんのお名前が清水さんで、お電話番号こちらなんでお電話させていただきました。お金を払ってくださいって。え？それ何のお金？そう、お名前聞いていいですか？そう、クレジットカードの名義を教えてくださいって。そしたら、そのクレジットカードの名義が、焼肉屋の名前だったの。焼肉屋の代表取締役誰でした？僕だったんですよ。焼肉屋の会社で借りてて、で、焼肉屋の代表は僕だったから、僕が代表者で、で、電話番号も僕だったの。で、
クレカ作られてて、でそのクレカで親がいろいろやってた。で俺これもっと濃くな話なのが、俺前回ねクレカの金払っちゃったんすよ俺。でなんで払っちゃったかというと、僕クレジットカード持ってるんですけど、クレカを引き落としできてなかったタイミングと親のクレカの請求が同時期に被って、親のクレカの人から電話来てパッて振り込んじゃった。で後々確認したのはもう俺じゃなかったの。え俺じゃないやん。でもう1から10全部説明して、まあそうだったんですねって、まあ、今日大会手続きしたんですけど、カード止めて大会手続きして、でも1月分から2月分までは払ってくださいって言われて、でこれ俺払わないって最初言ったん。いや僕払いませんっつって、いや僕じゃないですっつって、いやでも俺だから名前が、親が書いた私文書偽装ではない、だから多分俺が書いちゃったやつだから多分、だからじゃあもう払います。でもそんな高くではなかった。いや高くなんだけど、もう俺が普段使ってるクレカより安かったから。で僕これ腹立つのが、清水さんなんか自動的にネットフリックスとかアマゾンプライムとかのお金が継続的にって、おい、ネットフリックスとアマゾンプライム何見とんねんと思いつつ、そう、法人カードでネットフリーとか使ってる娯楽。で、まあ、俺もうイライラしすぎて。で、ツイートしたんですよね。で、このツイートが嘘って言われてます、僕。よくわかんねえ、クソガキに。知恵袋のみで生きてきたこのクソガキに。何も知らねえのに。この嘘話を俺が世に出して何になるの？どうすんだよ、このイライラじゃ。どこで収めろって言ってんだよ、じゃあ。ネット以外にないだろ。俺からネット取ったら、名もね、一般人のブスなんだからさ。これお前動画化してお金稼ぐくらいしか、お前ね、このイライラみんな止められないよね。え、無理じゃない？もう錬金術しないと。いやもう、なんか、絶縁してからもこういう形で来ると、なんか、今全国ツアーで忙しいし、なんかまともに休みも取れてなくて、サラリーマンみたいなことしてんすよ。みんなもさ、毎日学校行ったり、毎日仕事決まってたりするじゃんよ。で、俺はそれが嫌だから、自分が自由な時間にゲームをして、自由な時間に配信をして、自由な時間に寝て、自由な時間にアニメを見て、自由な時間に飯を食う。こういう生活がしたくて、この活動を始めて夢になりたいと思ったのに、なんか日付にこれやる、これやる、これやる決まってて、俺が想像してたよりもおかしい、なんか生活になってて、もう、うわってなったりするのに、よくわかんねえリアルな話で、やばいじゃん、普通に考えて。で、ぐらい、もう、親嫌だったんや。これは、もう、毒親とかの話じゃない。毒毒の親。だんだんダメージでかくなるやつ。ピエン。めちゃくちゃうるせえけど、めちゃくちゃおもろいね、このコメント。嘘とは言ってない。作れるのって聞いただけで心狭いの、余裕ないの。あ、いや、嘘って言いましたよね。嘘ついてないんで、謝ってもらっていいですか。大人げなくて当たり前よ。おめえみたいなクソガキうぜんだから、さらすの決まってんだろ。世間知らずの。ネットにされされて、うわーデビューでーとか言って、ね、ちょっと言われたらね、わらわらコメントで、私全然聞いてないんですよアピールして、実はメンタル弱いくせに。ね、そういうやつが、だいたい家とかね、恋友とかで、よくわかんねえイケモノぶっ最後な男に騙されてね、裸の写真とかエロイプとかしちゃって、散々な目にあっちゃうんだよ。で、お前みたいなやつがね、歌舞伎町行って、もうよくわかんねえ男に、ついていっちゃって、ってなってんでしょ。で、ってなったら、助けてくれせーって言うんだろ。当たり前やん、大人げないの。なんでてめえみたいなガキ、な、遠慮しないといけないんだよ。子供だね、しょうがないね。わかる、世間知らずだもんね。なわけねえだろ、俺みたいなクソガキこそ、ネットで晒して、いけないことはいけないって教えないといけないんだ、俺みたいな大人が。あなた、僕が配信で晒して誹謗中傷とか言うんだったら、あなたも同じことしてるじゃないですか。受け取り方によっては誹謗中傷ですからね。もう、謝罪してくださいよ。うわー、清水嘘つくなのポスト消してる。ここ、なんでの、いけるまで、今世、身を、何元押し暴露系だから相談しに行くいう。ああ、面白い！ああ、面白いよ！あたかも、私がお願いしたらね、何でも言うこと聞いてくれるかのようなポストして。他のやつに言ったところで何が変わるんだよ。俺、おめえに謝んねえから。謝るわけないじゃん。お前みたいなやつに。あなたの大事なメンバーさん、プロポーズ歌いなさい。それ作った方の歌詞ですよ。これバカにされてますけど、知らねえよ。その人が作った歌詞は素晴らしいんだよ。で、お前がその歌詞を使うとダサく見えちゃうんだよ。だから、お前は使わない方がいいと思う。で、配信聞いてるんですか？気になっちゃうよね。ね、見ちゃうよね。確認しちゃうよね。同時に相談するよ。先ほどのアホの母です。この度は娘をポケガメ、いやー、もう全然いいですよ。いやー、もう全然全然。もう大丈夫、大丈夫。何が大丈夫だ、この野郎。好きな男と結婚してな、腹痛めて産んだ子供だったらな、ちゃんと携帯のセキュリティロックしてな、ちゃんと育てやがれバーガー、今ちゃんと反省しろバーガー。バカは言い過ぎか。親御さんもしっかり考えて行動しましょう。めちゃめちゃ大声で叫んだんですけど、別にさっきのガキには怒ってなくて、親に怒ってます。はい、まあ皆さんも毒親には気をつけてください。